領事裁判権とは、外国人が、その在留国において、本国の領事による裁判を受ける権利を言う。日本が、江戸時代に締結した、不平等条約などに見られる。不平等条約における、領事裁判の管轄と適用法規については、実際には、必ずしも明瞭でなく、領事裁判権と、違い法権はしばしば混用されている。近代の意味における国家や、 国民の概念が明瞭でなく、また外国人の国籍確認が不分妙であるにも、かかわらず、条約において、領事裁判条項は、容易に規定され、後に不平等条約として、問題となるのが通例であった。外国処方に関する知識や判例などの情報がない、状況下で行われる、領事裁判は正当性のない判決がしばしば、下された。本来は、 領事警察権が及ぶ領域を想定したもので、あっても当該国の全域で適用され、二重法体系を、海当該国の主権を奪う手段となった。日本の場合、いかなる条約においても日本に在住する外国人に違い方権を認めたことはない。認めたのは、日本人に対する外国人の犯罪に対する裁判を、 それぞれの国の在住領事に委ねるということだけであった。これが違い法権であるかのように誤解され、外国人がすべて課税を免除され、日本の一切の行政権に服従しないようになったのは、外国人の横暴とこれを黙認して、規制事実化した日本人役人の強打のためであった。領事裁判権については締結の当時それが不平等条約であり、 将来どのような参加を持たたらすかについて全く理解されておらず、むしろ日本側は進んで歓迎さえしたものでハリスをして意外の思いをさせるものであった。違い方権による領事裁判権は15世紀にオスマン帝国がベネツィアやジェノバに対し恩恵として与えたのに始まった。近代に入り東アジア諸国では 近代的な法制が未整備であって、欧米人を東アジア諸国の裁判権に伏せしめるのは適当で、ないことを理由に、1842年の南京条約で清に押し付けられたのをはじめ、太陽国や日本併合以前の朝鮮でも日本により行われた。日本では1858年に締結された日米修好通商条約にとあり、その後安政年間にイギリス、 フランス、オランダ、ロシアと締結した安政後過国条約にすべて領事裁判権の定めがある。領事は本来外交官であって裁判官ではないから、領事裁判ではしばしば本国人に極めて有利な判決が下された。領事裁判権撤廃は明治政府の外交にとって大きな課題となり、1871年末からの岩倉施設団による 予備交渉から撤廃の努力を始めた。1877年のハートレイ事件や1879年のヘスペリア号事件などによって、領事裁判権撤廃は国家的課題として当時の国民にも理解されるようになった。1886年のノルマントン号事件や1892年の千島間事件も、また、領事裁判権撤廃問題と絡んで、 大きな政治問題となった。国内政治にはおいては、コーロッパをはじめとする大外交と呼ばれる政治グループを生み、彼らによって、現行条約励行運動という政治運動が展開された。井上る大隈重信ら歴代の外交担当者も、条約改正に、尽力した。1888年の日牧修行通商条約を皮切りに、 方権の回復が実現し、第二次、伊藤内閣の陸津宗光外務大臣のもと、中英公使青木修造の努力によって、1894年の日清戦争開戦直前に、日英通商公開条約が結ばれて、領事裁判権撤廃が実現した。この年から翌年にかけては、他の欧米各国とも同様の改正条約が、締結された。 改正条約の発行は、調印より5年を経過した1899年からであり、これにより、日本では、国内の外国人居留地が廃止されない地雑居が、実施された。日朝修好条記により、日本が、一方的に、領事裁判権を定めていたため、朝鮮において、領事裁判権の問題は、第二次日韓協約以降併合へ向けての外交的。 課題であったが、最終的には、朝鮮法の確立を待たず、日本法を朝鮮に適用することで、撤廃交渉に当たるものとし、1910年の日韓併合条約時における、韓国併合に関する宣言において、韓国が諸国と締約していた、旧条約のすべての無効が宣言され、各国により逐次承認された。中国における、領事裁判権の撤廃交渉は、 1902年の英久よし通商公開条約改正交渉及び1903年の新米条約日清追加通商公開条約などに遡ることができる。これらにおいて列強は中国の地外方権撤廃に原則的に同意する一方で撤廃条件を留保しており実際の撤廃につながることはなかった。新外革命により 中華民国が成立した1912年以降も、1919年のパリ講和会議や1921年のワシントン会議などでも繰り返し撤廃要求が提示された。1925年12月には、ワシントン会議に基づく治外法権委員会が招集されたが、列強は当初から消極的であり、中国司法の不整備などを理由に撤廃要求を 事実上拒否した。この1925年は5.30事件など中国ナショナリズムが高揚した年であり、不平等条約撤廃と封権回復運動は国民政府及び北京政府の大外基本要求となった。北伐後の国民政府は高まる中国ナショナリズムを背景に国権回復運動を展開し、 対外的には強硬な撤廃要求を提示しつつも、全身主義を採用した。1929年12月28日の違い、封権撤廃宣言を、公事後、1931年5月に、管轄在賀外国人実施条例を提示するなど、強硬に出たものの実質において引き続き各国と交渉して、円満な解決を図る方針が取られた。 イギリスとは1931年6月5日に違い方権撤廃を旨とする条約総案が仮調印され、アメリカも同じような条約案を7月に起草した。しかし実際には満州事変及び日中戦争の勃発、太平洋戦争への拡大などの事節を経た後、英米による違い方権の撤廃は1943年のこととなった。 タイは1865年、フランスとの間に修行通商公開条約を結んだが、これは一種の不平等条約であった。1914年より始まった第一次世界大戦では、不平等条約の改正を目的に、連合国として参戦した。これに伴い、大戦後は、ドイツ・オーストリアなど同盟国との間で結んでいた、不平等条約の改正に成功した。 1932年の立憲革命の後、民主政体による法典整備がなされた結果、領事裁判権の撤廃が実現した。明治期日本の中国、朝鮮における領事裁判に関する基礎的考察中編み恵美子 PDFP6 客中外交慣例による、それは除く。日本における条約改正の経営、木村時代 PDFP2 日本における 条約改正の経緯、木村時代 PDFP3、日本の韓国司法権侵奪過程、小川原博之 PDFP15 ほか、違い法権撤廃,廃と、大制定交付未活。ありがとうございます。